に行って車の止められれば止めさせてもらってお参りして、で住職にあのお寺の人にあのその看板がどこにあるか教えてもらえれば探す手間が省ける。やってんのかね。小舟だからそうかな。みんな小舟で行くんじゃないですか。穏やかだもんね。そうだな。確かにやっぱり海の幸メインになるんだろうな。俺お土産で買うにしたってあの干物とかそういうのになっちゃうんだよな。日持ちするじゃん。あのもらって困るもんじゃあれだけどさ、あと無難に饅頭とかで済ましちゃう場合もあるけどさどうせ送るんだろうね。ということは今日中にお土産を買わないといけないってことは、まあ、いいとこあれば、うん、明日の朝多分無理だよね。うん、フェリー乗り場に朝からやってればいいけど、どうだろう、土産屋さんとかあんのかな。だいたい新潟の乗り場があんな感じだったから期待できないよね、こっち期待できないあのカップヌードルの販売機があるようなとこだからさ期待できないよね、こっち。サロンもあれでもないかな、ポテトチップスとか米粒入ってたりして米が余ってるなんてね。こっちが砂浜でもうあっち側絶壁じゃん、ほら。あれ何、わざと削ったのか、あれ左方向です。風化したいふうになったのか。もうちょっと行ったら左ね。もうちょっと行ったら左方向です。七浦海岸。海水浴場。およそ500メートル先、左方向です。うん？マジで？これ？いいの？行って。行ってください。およそ200メートル先、目的地は左側です。お寺だから。もうだからもうお寺の道なんで、だから。もうこれがお寺の道なんだ、きっと。あのお寺の山なのかな？うん。あの、お寺でセットしたから、うん、お寺に行ければ。お寺でちょっとお参りしてちょっと聞いて、あ、ここからだから上杉君が、もう誰か目的地は左側です。人がいるよ。お疲れ様でした。洗濯物残してるわ、うん、この人だよ、うん、ちょっと聞いてみようかな。
こう正面と見てもらって、いくらなんても怖いじゃん、怖いじゃん、怖いじゃん。はい、来た。